はい、で皆さんね、残り3ヶ月、担当これだけゼミ活用法というところで、まあ、今年のね、担当ゼミについてちょっと話をさせていただきたいと思いますと。担当アレクセン、二講師のベニシノワです。皆さん、こんにちは。さあ、あといよいよ3ヶ月ですよ。3ヶ月ね、今もう2月、1月にはちょっとね、アップされるのはいつかわかりませんけど、まあ、どっちにしても、まあ、5月から逆算してと。で、5月のね、これ20日が今年の担当試験ということで、バシッと出ましたから、日程が。と、まあ、4月20日、3月20日、2月20日って逆算していけば、ちょうどまあ、担当ゼミぐらいが、まあ、3ヶ月前ぐらいから始まるというところで、今回のこのタイトルということになりますよね。なので、まあ、皆さんに今年こそは担当試験に通っていただきたいという気持ちから、まあ、担当ゼミをまた今年もね、ちょっと担当させていただくと、担当ゼミを担当すると。ね、爆笑です、今ね。はい、さあということで、じゃあ何をやろうかというところで、まあ試験、その担当試験に合格するために大切なことは何ですかというところで、担当試験に合格するために一体どうすればよいでしょうかと、どうすればいいんでしょうね。うん、もうここでパッと皆さんが出るかどうか、でこれがパッと答え出るんだったら分かってるからいいんだけど、問題はこれが出ない人だよね。どうすればいいんだろう、どうすればいいんだろうって考えちゃうと、やっぱりね、試験のために何をしなければいけないかっていうのが分かってないから、やっぱりそれ受からないよね。うん、って言った時に、はい、この先生、何か。まず、試験に出ていること、試験に問われていることをしっかり固めることが重要です。当たり前じゃないかと思うかもしれませんけれども、実はこれ当たり前ではないんですね。うん、で、よくね、私なんかがね、受講生さんとかに、まあ、ちょっときつめに言う時だと、何かさ、まあ、今、ただこれ答え出たでしょ。で、答え出て、そうですよねっていうふうに思ってるようだとダメなんです。分かってるよ、最初から。うん、やっぱり分かってなかったってことが重要で、よくね、こう何の話をしてるかと、担当試験なんかの過去問とかを見ていると、ね、過去問解きますと。で、過去問解きました。間違えましたと。解説読みましたと。ああ、そうだったよね。ああ、これうっかりしちゃったよね。っていう人は、これ受からないです。受からない。簡単的に言うと。なぜかしたら、本人は分かってると思ってるんです、それで。でも、やっぱり間違えたっていう事実がすごく大事なの。どんな理由があったとしても間違えてるわけだから、だからね、ああ、これうっかりミスしました、読み間違いしてました、勘違いしてましたね、あ、それ全部言い訳なんです。だ、そこをまずしっかりと今年は把握して、やっぱなんで間違えたのか、まあ確か中にはね、丸と×間違えちゃった、要するに正しいものを選ぶのに誤ってるものを選んじゃったっていう、そういうミスもあるからね、一概には言えないんですけれども、ただやっぱり基本的には何か間違える原因があるんで、そこをしっかり今年はね、突き詰めていただきたいなと思ってます。で、まあ、今言った、まずやるべきことは何ですかって言ったら、試験に出ていること、試験に問われていること、まずはこれをしっかり固めることが重要ですよということがあって、これをやっていただきたいのが、まさにこれゼミですよ。担当これだけゼミ。要するに、これだけはやるっていうことを明確にしてほしいっていうことですね。それができてなければ、それができてなければ、結果的には試験でも、ね、点数を取れないわけだから。まずはこれだけやるんだっていうところを、このコルゼミでね、しっかり押さえていただきたいというふうに思ってます。はい。では、そもそも担当の学習方法についてというところで、学習についてね、まあ何回か話をしている話、何回か話をしている話とか、何回かお伝えしてますので、まあ、ご存知の方もいると思いますけど、もう一度軽く復習をしておきたいと思いますね。はい。まず担当問題、まあ、過去問でも、模試の問題でもいいです。これを解いてみて、正解したかどうかというところがまず重要ですね。当たり前ですけど。で、これいいえ、正解しなかった、間違えちゃったって言った場合は、これ間違えた原因がありますから、これをしっかり詰めてほしい。まあ間違えた誤答パターン、うん、っていう問題ですね。ちょっと後でやりますけど、間違えてますってことです。で、それに対して担当問題で正解はしたと。正解はしたんだけど、ちゃんと理由を含めて合いましたかっていうところが大事ね。で、理由を含めて違った、だから理由を含めたら違ってると。理由は違っていた、もしくは理由分からなかったっていう場合は、これは誤答パターンの学習が必要になりますね。それに対して理由を含めて正解をしたのであれば、これは根拠は条文の記載かどうかっていうところが重要になってきます。で、これ2つありまして、まあ私自身はそれほど条文にこだわらなくていいと思ってます。これちょっと言い方がね、難しいんですけれども、条文は当然やらなきゃいけないし、条文をしっかりやると。で、皆さんよく条文の素読っていうところで、まあ、やるというところは、それは当然否定するつもりはないんですけれども、ただ、条文だけ、結構ね、皆さん極端で、そうすると条文だけに根拠を求めてしまう。で、それはちょっとやりすぎなんですね。だから根拠、自分がその回答を出した根拠というのが条文の記載ではない。っていう場合ですね。趣旨から出したんですよということであれば、こっちですよね。条文を確認して、確かに正確性を高める努力は必要でしょう。
それに対して、いやいや、根拠の、条文の記載の根拠、ごめんなさい、回答の記載、回答の根拠です。回答の根拠が条文なんですよ。条文の文言から自分は答え出したんだっていう方は、結局忘れる可能性があるからね。今は条文覚えてるかもしれないけど。だからその知識を保つ努力っていうことをしっかりしていただいた方がよろしいんではないかなというふうに思いますね。はい。で、じゃあ間違えてる場合っていうことなんですけれども、じゃあこれ間違えてる場合についてちょっと勉強について説明したいと思いますけど、これ間違えた問題については解説を見て初めて知ったかどうかと。でまあなかなか4法だとこういうことはないかなと思いますけれども、まあ、場合によってあるでしょうね。勉強期間まだ短い方とか、やっぱ総則雑則とかは解説見て、あなるほど初めて知りましたっていうパターンもあるでしょう。でこの場合は勉強すれば一旦に知識不足です。で言ってしまえば、まあ、ここの間違いが一番単純ですね。一番単純ということになります。解説見て初めて知ってますから。で、まあ、過去問であればなかなかここに来ない方もいらっしゃると思いますけど、当連とかであれば十分あり得る話ですね。模試とかであればね。あ、見て、あ、そうだったのかっていう。であとは、4法よりかは下3法がここに来やすいですね。で、この場合は知識不足ですから、しっかりと学習を埋めていただければよろしいんじゃないかなと思いますね。で、それに対して、これ厄介なのは次こっちです。解説を読んだら分かるっていうやつですね。あ、そうそう、そういうやつねっていう。この勉強が実は皆さんの合否を分けてると言っても過言ではないんです。こっちがこっちはいいんですよ。もう分かってるか明らかで、あと正解したやつも問題ないわけ。だから結局何かと言ったら、問題文を読んで間違えたけど解説読んだら知ってるよってやつ、これが一番厄介なんですよ。でまず、なんでじゃあ間違えたのっていう場合でいくつか理由があって、一つは問題文の読み間違いですかというところがあって、で問題文の読み間違いであればこれはケアレスミスになってくるよねということになります。で問題文の読み間違いではないということであれば、これは何かの理由で間違えてるということですね。でその当該問題、間違えた問題は2回目なのかどうかということも重要です。でもしも2回以上間違えてる問題ということであれば、やっぱりこれは何が原因かというのをしっかり詰めなければいけませんということですね。あれ、まあ初めて間違えましたよっていう場合は、次に間違えないようなトリガーというかね、理解を構築すればいい。だからこの問題が出たら、これは丸っていうのはこうこうこういう理由で考えるんだ、この問題で×って考えるのはこうこうこういう理由でこのポイントで考えるんだっていうポイントを押さえた上での答えを出す。このポイントを押さえるのがすごく大事で、問題文っていうのはだいたいコアとなる部分っていうのはあのワンフレーズなんですよ。どんな過去問でも、うん、あの全部ではないんです。確かに小の3条に過去問多いです、問題文ね長いです、ザーッと書いてあります、交通兵いっぱい出てきます、なんだけど最終的なポイントはワンフレーズなんですよね、これっていうのは32とか、うん、だからそういった意味では例えばね、それをしっかり探せるかどうかってことが大事だから、この問題であればここに注目した上で答えを出すんだよっていう、そういう構築をする必要が出てきます。それに対して2回以上間違えてしまうってことは、実は他に原因がある可能性がありますね。だからそれをしっかりと突き止めるってことが大事で、割とここを皆さん、あれなんですかね、こうアバウトにやってしまうというか、なんとなく結局はポイントはどこなのかさ、ここなのよ。解説見て初めて知ったわけじゃない、解説読めば分かりましたよっていうところですから、だから次あれは大丈夫だよねっていうふうに安易に考えがちなんですけれども、かなり難しいと、対策としては。特にこの2つ、ケアレスミスですね。まずケアレスミス、うん、ケアレスミスさっき言ったんですけれども、なんでそういう間違いをしちゃうのっていうところをしっかりと抑えなきゃいけない。それからもう一個ですね、2回以上間違えてる問題に関しては、どういう原因なのっていうのを突き止めなければいけない。すなわち、この2つに関しては、これ重大なインシデントなんですね。非常に問題があるミスです。なので、そこについての原因をしっかり突き詰める、もしくは対策をする。特にケアレスミスに関しては、注意して問題文を読むなんていう対策は対策のうち入りませんので、誰だって問題文注意して読んでるんです。ということであれば、その対策ではダメだということになりますから、まあ、その辺についてはしっかりとね、意識をしていただきたいなというふうに思います。はい。で、まあ、実際過去問を皆さんね、家でやるっていうことが大半で、まあ、多く勉強されると思うんですけれども、過去問学習には大きな罠があります。何かというと、実は過去問の規定というかね、皆さんは過去問で勉強する。まあ、私よく言うんですけども、過去問で勉強するんじゃなくって、過去問を勉強してる方が多いんです。私、過去問自体を勉強してる。でね、これ例えばこの問題なんですけれども、これ、割と答えを覚えてるかどうか別としても、この枝別ですね、1,2,3,4,5 でこの順番並んでますよっていう、これだけで実は全て問題を読んでるとか理解するわけじゃないんですけど、もうこれ一つのヒントになるんです。
なぜかと言ったら、人間の頭ってのはすごい不思議でね、やっぱりこう同じパターンのものに関しては記憶に残ってるんだね、これ。だから確かに答えをね、どれが悪だとか覚えてるわけじゃないけど、問題解いていく上で、要するに7割まで思い出せば答え出ちゃうんですよ。2番だけ聞かれちゃうと分かんないんだけど、例えば2番だけ聞かれたら分かんないんだけど、こういうふうになると2番が丸だ×だっていうことが実は判断できちゃうんだね。で、これについては、こういうこっちの問題、イクサル化問題でも一緒です。これイクサル化問題は1個ずつ考えなきゃいけないから、丸×ね、正確に覚えなきゃいけないんじゃない、理解できなきゃいけないんじゃないかと思うかもしれませんけれども、やはりこの形式がすごくて これ人間どんどんすごいよ。この形式になると結構皆さんできるんですよ。なんとなくが答え出ちゃうっていうところです。だからそれだと過去問勉強していても意味がないので、これはちゃんと足別枝別ですね、この一枝ごとに問題を解くことで確実に理解をするという勉強法をしていただけなければダメということになります。ここがすごく大事なんですね。だから過去問については、まあまあ分かってるよね、なんとかなるよねっていうレベルでは実はないということですね。で、さらにそういう人に限って過去問やる回数が少ないんですよ。で、本試験まで何回やったの？2回ですとか、3回行ったか行かないかですって、それじゃ足りないですね。それじゃ足りないです、過去問に関しては。何回やればいいと思うんじゃないです。例えば3回しかやってなくても受かる方いらっしゃいますし、10回やってもダメだったよっていう方もいらっしゃいます。だからそれはもうケースバイケースになってくるんですけど、ただ個人的な感想といえば、感想で言うと、ね、この個人の見解ですってさ、よく出るでしょ、最近テレビだと。そういうことで言わせていただくと、やっぱり最低で3回ですね。だから1回目は初めまして、2回目はできたかなっていう形で、要するに間違いやすい問題をピックアップして、3回目で確実に解くということになります。だから少なくとも3回は解いていただかないといけないかなというところですね。で、この時に、じゃあ、担当試験の勉強どうしていこうかと。過去問どこだ分かったけれども、どうしていこうかということなんですけれども、いくつか考えがありまして、まず1つ目、枝別にしっかりと理由を考えるということですね。勉強していく段階で、これ丸だとか×っぽいねっていう理解も必要なんですけど、こうこうこういう理由で丸だとか、こうこうこういう理由で×だっていうところをしっかり考えてほしい。ただその時に気をつけていただきたいのは、あまり条文にはとらわれてなくてもいいと思ってます、私は。趣旨として、なので優先権であれば、一切の不利益行為を排除するから丸だとか×だとか、41条の何項のどういう規定でこれは丸だとか×だとか、そこまでは考えなくていい。問題により例えば審判であれば、順用問題とかであればね、しっかり考えなきゃいけないかもしれませんけれども、割と趣旨から解ける問題も多いので、で、この趣旨から解ける問題っていうのは本番では思いつかないので、回答をいきなりはね。だからやっぱり普段の練習から、ここの条文はこうこうこういう理由だから丸じゃないかとか、この問題は制度の中ではね、この位置にあるから×じゃないかとかいうところをしっかり理解していただくってことが重要ですね。それからこれがすごく大事で、2、試験に必要な知識を優先的に勉強してください。わからないことを潰すだけではダメ。ちょっと書き方難しいかもしれませんけれども、これ何を言ってるのかっていうとね、結構皆さん、その弁理士受験生って優秀なので、わかんないことを突き詰めようとしちゃうんですね。この問題についてはこうこうこうでこうなんだとか、何だろう、根拠は何だろう、審査基準だ、審判員なんだって探してね、結構突き詰めようとするんですけれども、そこまでいらないよってこと。だから試験に必要な知識を優先的に勉強するってことで考えると、まずは過去問出てる範囲ですね、これについてをしっかりやっていただくっていうことがすごく大事です。だから分からないことを潰すだけではダメというのは、当然分からないことを潰すのは構わないんですよ。で、それプラスアルファをやってくれというよりかは、これ実は逆なんですよ。だから分からないことだからといって、全部を突き詰める必要はないよってこと。まず試験に直結するところだけしっかりやりましょうということです。というところで3番ですね。条文は大切だが、条文には頼りすぎないと。バランスを身につけましょうということですね。特にやっぱり気になるのは準用条文とかですよね。例えば171条、再審に関してはかなり準用されてたりするわけですね。それ以降、再審の規定を見ると。だからかなり準用されているんですけれども、じゃあそこまでやって本当に試験的に重要なのかってこと。商用の監視、みなし侵害ですね、37条についても、じゃあ、枝別とかね、項ごとにしっかり覚えるということで、何か試験的に変わるのかってことです。だそこをしっかり意識してほしいわけよ。だ条文は当然大切ですし、条文とは友達になってほしいわけよ、これは。だ条文についてしっかり読むっていうスタンスはね、それは悪くないんだけれども、ただやりすぎはやっぱり良くないってことね。だもうちょっと柔軟に考えていただければよろしいかなと。いうことです。特にやっぱりもう準用条文とかになると、なんかそれを一生懸命ご質問ねとか、確認してる人がいるわけですよ。でも確認して終わっちゃうわけね。あ、何条準用してるんだ、よかったよかったみたいな。
そこじゃないってことね。うん。順用したかしてないかっていう結果というよりかは、なぜそうなってるのかっていうところをやっぱりしっかり考えてあげるというところが非常に大切ですね。うん、だから、まあ、なんですかね、どこまでやんなきゃいけないのかっていうところを、まあ、しっかり追っていただけるとよろしいのかなと思いますね。はい。という感じになります。で、いろいろですかね。で、これがまあ3番目というところですね。で、それからさらにまあその解くっていうところの観点で言うと、次の4番目ですね。自分に使える時間を逆算して計画を立てると。いうことになります。回数なんか結構やっぱ過去問も難しくてですね、なんかその回数だけ意識されちゃう方がいるんですよね。だからなんかもう解ければなんか、ね、こう解く回数だけ上げればいいのか、だからもう5回解いた6回解いた7回解いたって、そうじゃないの、その回数が重要じゃないんで、やっぱりどう理解してるかが重要ですから、うん、でさらにただそうは言ってもやっぱ回数が少ないとやっぱダメでね。うん、例えば、ね、2回しか解いてませんって言ったら、これやっぱ少ないよねってことになっちゃう。って考えると、やっぱりその回数をしっかりとね、確保するということは大事かなと思います。はい、だそういったことをしっかり対策をしていただくってことが、この担当試験ではものすごく重要ということになってきますと。はい、で、これをまあ踏まえた上でですね、これをまあ踏まえた上で、まあ今年のですね、まあ今年の、担当ゼミをどうしようかというところで私の方で考えたというのがこれからのお話ということになりますね。でね、まあよいしょ、どう考えたか、まあ担当これだけゼミ、まあ、これゼミについてのスケジュールというところで、まあ、ページ2ページにわたってこれ書いてますけれども、今年は、講義編を最初に入れました、まず。うん、でこれなぜかと言ったら、まあまあ毎年これいろいろ考えてるんですけれども、まあ確かに演習をね、まあ、この時期だからやっていくっていうのはまあいいんですけれども、まあ、単にやっぱり演習だけやってしまうと、まあ、お伝えする量がまあ若干減るんですよ、演習の方が。まあ、講義の方がやっぱり多くこちらも話せますし、で皆さんにもこうイレギュラーな質問もどんどんできるんでね、だそういった意味ではちょっとまずは講義というところでしっかり確認をしたいなというところで考えています。で、まあ、テキストとしては、まあ、4本の総まとめっていうところで、まあ担当解放の時にも使っているテキストなんですけど、あれがまあ自分自身としては一応まあかなりまとめている、もともと担当解放っていう講座がありまして、まあ、そのテキストがまあ自分自身としてはかなりまとまっていると、特に4法を対象して、ね、考えるという意味ではかなりまとまっていると思ってますし、で、まあ、それを使ってやるのがまあ一番効率はいいと思ってますね。うん、一応それぐらいはしっかりできているテキストだと自分では思ってますね。自画自賛ですけど。だからそういった意味では、まあ、それを使いつつ、皆さんにね、だからまあテキストの内容をやるというよりかは、いろんなことを聞いてみたいということですね。うん、じゃ審査の流れはどうなってるんだとか、うん、審判の流れはどうなってますか、じゃその時の要件は何ですか、更新の時、ね、特実意思を違いはあるんですかとかっていうところをしっかり聞くことによって、その対比とかを皆さんの頭の中ですね、でどん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 ポン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 出る状況にしていただきたいというふうに考えているのが、まず最初の講義会ですね。でここで4本についてはがっつり復習をしていこうということになります。で当然これだけゼミですから、まあ、何をどこを聞いているのかっていうと、今言ったように試験に出るところですね。うん、なんでこれについてはまさに知識の、まあ、デフラグっていうんですかね、コンピューターでは知識の総整理ということになります。で多分いいですかね、これ、まあ、勘違いされる方いるんですけど、この時期って皆さんが聞いて分かんないことってもう実はないんですよ、この講義って。ね、ああで講義終わってね、なんだよとね、もうこれ講義出たけど言ってることね当たり前じゃん、こんな時間もったいないなって感じるのが私は正解だと思ってます。うん、この時期にああそうなんだとか、ああそういうことだったのかっていうのはもう少なくていいんです。でじゃあなんでそんなことやるのかっていうと、いろんな刺激を与えて、いろんな方向から規定とか条文を見ることによって、皆さんの頭の中に入っている知識の引き出しを開けやすくしてほしいんです。だこっちからも取り出せるし、こっちからも取り出せるし、こっちからも取り出せるみたいな、そんなイメージをここで作ってほしいと思っています。そのための講義会4回です。いいですか。だから条文において、ああこうだよね、ああだよね、ああこういう規定になってるよねっていうところを聞く。だ単純にね、例えば中要件の要件何ですかとかって、そんなことを聞くわけじゃないっていうことですね。
だそういった意味での、まあ、ここだからポンポン、だこれ当ててきますよ、ポンポン、ね、ポンポン答えてほしい。ね、あの時々には分かりませんとしてるんですけど、私のコースは分かりません、認めてないんで、何らかしら答えていただきたい。それによって、あのどんどん知識を出せるような力を身につけていただきたいっていうのが、まずはこの最初の4回になります。はい、で、まあ、当然復習もしていただきまして、でこれが終わったらいよいよ演習ですね。で演習に関しましては、まあ、最初のこの、3回、特小異に関しては、まあ、枝別を考えています。まあ、60問、60枝か70枝か80枝か。うん、まあ、去年ちょっと80枝ぐらいでやったんですけれども、ちょっと80枝だと多いかなっていう気はしましたので、まあ、ちょっと枝数を落とすかもしれませんね。うん、で合わせて、まあ、あの論文あの担当コレモンとかを使いながら、まあ、その過去問に出ている論点とかをもう一度ここでも整理をしていくということをやっていきたいなと思ってますね。まあ、そう考えるとあんまり問題数が多くてもちょっとあれなので、ちょっとまたあの皆さんとねここは一緒に見ていきたいなというふうに思っています。でその演習会においては問題を解いて確認してもらった上で、じゃあさらにその問題を使って規定を復習するというところが、この後半の3回分の、まあ、後半の3回というか、まあ、これまあ前半なんだけどね、前半の中の、まあ、5、6、7回、3月という規定になります。で、このまあ3月がまあ終わる頃で、4法についてはかなり固めていただきたいと。少なくとも、もうこれだけは固めておいてほしいという内容は、この7回目までということになります。はい。で、一応8回目に関しては、まあ、下3法に関しては、条約だけは講義しようかなと思っています。まあ、これ問題実際解いてもらうとも思いますけれども、まあ、流れがありますんで、やっぱり条約は。今日の PCT はね。PCD に関してはちょっと一旦回を取ってもいいかなと思っています。でそれ以外に関してというところで、まあ、4月7日になりますと、まあ、もうここから演習ですね。で上部に関してやっぱり講義をするというよりかはまず問題ありきの方が多分皆さんもご理解しやすいと思いますから、まずは著作権法不正競争防止法に関しては演習で問題を解いていただくと。でそれに対してじゃあどういう規定になってたのとか、そこの確認をしていきたいと思ってますね。でそれからまた4法で、まあ、衣装に関してはもう過去問と同じですから、やっぱり特許と司法が苦手なところですから特許商標というところがありまして、まあ、総合と書いてありますので、ちょっと解がね問題が混じってしまうのでちょっとやりにくいかもしれませんけれども、一総合解というところでいろいろと、まあ、4法も含めてね、うん、4法の特実衣装、ね、含めて出していきたいなと、まあ、下3法もやるかもしれないということになります。はい、でまあ問題としましては、まあオリジナルの問題をちょこちょこ入れていくというところで、まあ、それについてだと講義会についてとか話をしていこうかな。うん、で講義会についてというところで、もうちょっとだけ補足しますと、ボーンと今さっきちょっと言いましたけど、4法の知識制度を横断的に考えることで知識の引き出しを開けやすくするというところで、こっからの知識、こっからの知識という形で、まあ、いろいろとね、その知識の引き出しを開けやすくしましょうというところがまず一つ目の目的ですね。だから聞いてること自体は私って自分の講座の中では難しいこと言ってるつもりは一回もないんですよ、いつも、うん、いつも優しいというか基本的なことしか話してないつもりです。ただ基本的なことがやっぱり試験に出るところなんでね、そこの理解というのはそこをしっかりしていただきたいな。それによって覚えてはいるんだけれども規定が頭の中から出ないよねっていうのをなくしていきたいという、そういう思いですね。それが2番目、条文の要件を原則例外から捉えることにより知識を正しく定着させると。結果的には条文っていろんな要件があるんですけど、これ原則があるんですよね、要件に、うん、全部並列ではないんですよ、まあ、並列の条文はあるんですけれども、ただやっぱりあるということですね。例えば、ね、自主権とかの違憲とかであれば、やっぱりこれってまずは特許権者からいいよって言われることが大事なんですよ、原則としては。そういう原則をしっかり覚えていけばね、うん、あとはそれに対して例外、例えばね、一般証券であれば、まあ、移っちゃうよねみたいなことっていうのは例外になってくるのかなというところですね。そういう要件に関してを、まあ、しっかりとね、うん、どれが原則でどれが例外だっていうのを捉えることによって、まあ、知識を正しく定着させる、さらに読み出しやすくする、要するに知識を引き出しやすくするってことが大事になってくるかなと思います。それから最後3番目、流れの、制度の流れを頭の中で作ることにより知識の穴を埋めると。もうこれはもう散々言ってますけれども、審査、審判、それから PCT に関しては、流れに関しては 100% 理解していないとダメです。90% 理解じゃ足りないからね。うん、だから 100% 理解をしていないと、これ問題解けないですよ、審判とかも。うん、完璧。もう無効審判の請求から、審決等候の送達までを、バーッと全部説明できる。という状況になってほしいというふうに思っています。で、それについての説明をしますので、そこは丸々押さえるようにしてくださいということです。だから講義会については、まあ、そういった形で、まあ、要するに皆さんの頭の中にある知識を引き出しやすくするっていう目的のゼミだと思ってください。これゼミについてはね。うん、だから、インプットをしているゼミではないです。厳密に言うと。
インポートをしているゼミではない。だからインポートに関しては皆さんちゃんとしてなきゃダメよ。もうこれはインポートはどこまでですかと言ったら、やっぱり来て聞いて、なるほどこういうことだよねって説明できるレベルが一番理想です。うん、条文見ながらねっていいから。であとは条文見ないで答えられるようにしていくっていうのが、まあ、この辺のねゼミの講義会の目的なのかなと思います。ただ演習会につきましては、はい、まず1回1問目過去問も枝別に演習すると。だからさっき言ったように過去問というのは過去問の体裁を整えていると意外に正解ができてしまうので、それを枝別にばらした問題演習をすることによって、本当にその理解、ね、できてますか、本当に知識身についてますかっていうのを確認していただきたいっていうのがまずは1つ目ですね。はい、それから2つ目、これ29年の追放って29年だけ問題がプラスアルファあったと思いますから、この問題をやっぱり確実にしておきたいというところですね。過去問集とかには載っていないんですけれども、やはりここからもね、条文の知識というのを確認しなきゃいけませんから、そういう問題も含めた上での過去問の知識を盤石にすると。だからもう少なくとも過去問に出ている内容だけはね完璧にこなせるようにというのが一つの目標であります。はい、ただそうは言っても今度はそうするとない問題があるので、過去問にだそういうところに関しては私の方で問題作りますので、オリジナル問題に当たることによって、今まで過去問で問われていない知識、問われていない条文というところをしっかり確認していただく。それによって、ああそういうことだったのかって全ての知識がつながってきますので、ね、ただ試験に出るところが優先ね、出るところが優先で、出てないところに関しても、まあ、そこで補っていただければよろしいんではないかなと思います。でこの時に、まあ、いろいろ問題を解いていただいてますけど、演習会の時は合わせてこれもんをお配りしています。で担当のこれもんというのは何なのかっていうと、このまあ条文ごとに過去問の足が載っているものなんですね。でこれが平成14年分から全部載っています。担当解雇だと古いの載せてないので、だからこれ担当のこれもんだけが確実に載っているやつなんですけれども、このまあ条文のこの要件、ありました問題ですね、問題の足を確認することによって条文のどの要件が聞かれているのかというのを分かりやすくするというのが目的です。当然まあこう隠してもらって問題演習で使っていただいてもいいんですけれども、ただまあ問題演習というかはやっぱ条文の要件を確認するために使っていただきたいということですね。で実は時々判例なんかもこうやって載ったりしてますね。判例については、まあ、担当に出ているものに関しては載っているということになります。なので、まあ、この直前担当の、まあ、これも配ってますので、皆さんの使い方としては結局問題を間違えたってなった場合、やっぱどこの問題を間違えたかを確認をしていただいて、該当する条文の問題をやっぱり一気に見ていただくっていうのが一つのやり方ですね。まあ、例えばここでは特に140が載ってますけども、140の問題が間違えた、解説を読んだら140の問題だと言ったら、140の条文を開いていただいて、どんな過去問があったかなというのを見ていただくと、それによって同じ条文論点の規定を一気に確認することができる。ここでも強制的に、ああそうだね、これだったよね、ああこんな規定あったよねっていうのを押さえていただきたいというところですね。であとはまあ時間のあるときは問題を眺めていただいてもいいと思いますよね。でこれっていうのはね結構素早く解けるんですよ、関連問題っていうのは。同じようなポイントになっていきます。ということは同じような問題だからポイントがねこう明確になってくる、あここねここねっていうのが明確になってくると、結局その条文の過去問パターンがまずは頭の中に入るんです。でそれを入れていただきたいのがこれゼミの目的だ。これだけは入れときましょうよって。でそのこれだけが量少ないんだけど結構皆さん入らないんですよ、もう。なぜかっつったら余計なも入れる人も多いわけ、まずね、あこれも入れとかなきゃこれも入れとかなきゃって感じで、で絶対に入れとかなきゃいけないものが落ちてしまうということになりますから、それは寂しいよね、まあ、それは寂しい。だから少なくともやっぱりこれだけについては入れましょうっていうのをまずこのゼミでねしっかり押さえていただくと、プラスだから皆さんも当然ご自宅でやっていただけなければいけないですけども、少なくともやっぱり担当ゼミの方に関してはそのね知識というのを確実にしていく、盤石にしていくというのが一つの目標じゃないかなと思います。はい、でまあいろいろね、さっき言ったように、まあ、インプットと言いながら、まあ、いろいろ皆さんに聞いていったりしたいと思いますので、まあ、楽しくね、まあ直前の、まあ、ゼミにはなりますけれども、皆さんと一緒に楽しくね、やっぱ勉強ができたらいいなと。私のモットーやっぱそこだからね、やっぱりせっかく勉強するんだったら同じ時間ね勉強するんだったら同じね、例えば3時間やるんだったら楽しい3時間の方がいいじゃない、その方が記憶にも残るしさ、ね、ただ楽しいだけやってるからないから、当然受かるための努力はしていただかなければいけないですよ。例えば担当マラソンとかねいうのを、まあ、やったりすることもあるんですけれども、その担当の学習をね1週間のペースでこう作っていくっていうことによって、今週の過去問はここがやるここがやるって範囲を決めてやることによって担当のペースをしっかり作る。ただそれについては最低限、ね、これだけはやっときましょうって話ですから、それプラスアルファも当然必要になってくるかもしれない。それはまあケースバイケースではね、そんな形で進めていただければと思います。
勉強のペースを作るってことをね。はい、というところで、まあちょっと雑多な最初は担当試験の勉強の仕方と、あとはまあ後半はまあゼミのですね内容というところの話をさせていただいたと思いますけれども、なんとか今年で決着をつけましょうね。うん、そのためにはやっぱり貪欲に勉強していただくってことが大事だと思います。貪欲に勉強していただく、うん、入門生なんかでもこの時期から始めて全然受かるわけですよ。皆さん一発合格、一発1年目で担当試験受かる方もいらっしゃる。それなりの方が当然多いとは言わないよ、テンパいないんだから。さあ圧倒的にダメな人が多いんですけども、ただ受かる方もいる。その1年目で受かる方っていうのは皆さんに比べたら、2年目以降の方に比べればやっぱ知識はまだ足りないはず。それでも合格できるっていうことを考えると、実は必要な知識というのはそんなんではないんです。じゃあなんで皆さんが点数取れないんですかと言ったら、その必要な知識、範囲が決まっている知識を完璧に仕上げてこないからです。そこがチューブラリの状態でいろんなところの手を出してしまいますと全体的に成績下がりますから、まずはもうこれだけはしっかり守ろう、これだけはしっかり抑えようというところを固めるということをしていただければよろしいんじゃないかなと思います。はい、というところで、まあ、今回ちょっと時間になりましたのでこれで終わりにしますけれども、ぜひね皆さんと一緒に担当ゼミ頑張って、やっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いしますというところです。はい、では時間になりましたので今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんどうもお疲れ様でした。では今年の担当試験に向かってね、合格に向かって頑張りましょう。またお会いしましょう。さよなら。